ないとダメです。本当に甘い、おいしい。このバナナを今から皆様に買っていただきます。よろしいでしょうか。召し上がりで4日目でバナナのたたき売り最初の値段だ。よっけよっけよ。はー、100万円
桃バナナを僕たち聞いてる桃バナナを一本食べるごとにこの桃を吸うサボりたい宿題なんかどうだっていい僕そんな時があるでしょそういうのをね、煩悩っていうの分かった？さあ、いたいけな少年を煩悩から救うためにもお母さんバナナしかありませんもちろん人生に疲れた皆さん疲れたじゃんかなり長い人生を歩んできた皆さんにもこの煩悩バナナぜひご賞味にいただきたいと思いますというわけで安くはできますさあ行ってみましょうこのバナナ5000円あなた昨日も来てましたね昨日も高いとかね値段の下げ幅がビビッチーとかそんな文句をつけている人がいましたでも買ってくれましたさあ今日は売りませんよあなたに、ダメダメ連日バナナ買ってどうするんですか1週間に2日間も連続でバナナ買ったらバナナ病になるでしょうさあ行ってみましょう5000円いないか5000円5000円5000円私は今の発言に共感します確かに高いこれを5000円で買われたら何のために叩き売りをやってるのか分かりませんさあ行ってみましょう4000円4000円お4000円お高い共感しました共感しました4000円高い庶民の味方3000円勝った。ちょっと待って、ちょっと待って、やばっちゃいけない。聖人出てくるのはまだ、いや、気持ちはわかる。気持ちはわかるけど、あまりの間の悪さ。お兄さん、ちょっと、スマホいじってるから真剣にやりなさいだから3000円ね、だから3000円だからすかさず買ったって言ってくるの、ね、リハーサル一回やりますよ他の庶民の方々貧しき人々よ手を挙げてはいけないさあ行ってみよういいですかリハーサルよー3000円買った遅い何という窓があるかさあ、お父さん行ってみよう今度本番ね近づいていいですか3000円買った3000円買ったこの度がそうもう一回やろうせーの3000円買っただから大騒ぎまあしょうがないこれは生まれつきの体質行ってみましょうさあいるかな3000万円売ったお待ちど
他の人をみんな敵に回しましたよ。さあ行ってみよう。さあ大田原さんの真っ赤なものは腐ったからだ。よかった、立本。ありがとうございます。はい、器系新鮮。ダメダメダメ、大田原さん。器系大田原さん、大田原さん、大田原さん、ちょっと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 来て来て。ここでやってはいけないことが一つだから、はい、それは買ったバナナをみんなに配るんです。そうそう、もらった人はもうバナナを投票しようという強固な。そうです。ああ、すいません。それによって有効需要が生きている。ああ、すいません。わかりました。権利になります。わかりました。全てが終わった後、ケチャが始まった頃にお裾分け。それが人と人との絆の良いです。深く反省しなさい。はい、拍手。またやるんだ。さあ、またあるんだ。さあ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 、見てください。もう艶やか。お嬢さん、なんかケチをつけたかったでしょ。これはさっきまでちゃんとさ、冷たいの皆さんに提供してるのはね、僕いい。これちょっとお値段にしてるんだよ。買ってくれないとブレちゃうから。これ親の会社にどうしてもいいんです。さあ、行ってみましょう。このバナナ。3000円から。3000円。今日は相場が高い。3000円。いない。いない。さっきのは何だ。よし、行ってみよう。2000円。大田原さんの立場もありますけど、腐ったバナナを3000円で買ったのは正真正銘の生き物品だろう。さあ2000円、今さっきの2000円いない。1500円。細かい。そんなことを言われた日には細かくするわけにはいかない。よし、大きく丸めて1万円。おー、だから次の一声が高くなるか安くなる、そんなことは保証の限りではございません。でも行ってみましょう。よし、庶民の味方だ。1000円。おお、君にはいらない。歌昨日のバナナどうしたの？うち家に持ち帰って全部食べちゃった。バナナ嫌い。昨日ちょっと人には言えないような金額。少なくとも昨日のこれぐらい倍かな。あだから秘密。残念。